ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。この度はリラック屋のチャンネル総再生数が2500万回を突破いたしました。ありがとうございます。まずはそのご報告とお礼ですね。それとリラック屋の新井薬師での営業が3月24日までとなっておりまして、たくさんご予約をいただいていることもありますし、いろいろと、手続きをしないといけないですとか、荷物をまとめたりですとか、確定申告なんかもありますし、引っ越しに向けてですね、バタバタしてる部分もありまして、ちょっと余裕を持っておきたいっていうこともありまして、少しご予約制限させていただいておりまして、3月15日の午後4時から8時までの、その4時間だけですね、空いております。その他のお時間はご予約が今いただけない状態に現状なっております。恐れ入りますがご了承ください。ちょっと予約状況はまだ多少変わることがありえますので、ホットペッパービューティーの方でご覧いただければと思います。ホットペッパービューティーなんですけれども、まだ詳細はメール待ちの状態になってまして、確約ではないんですが、おそらく今後も使用いたします。浅川に移るので、新しいページを作ることにはなりそうなんですけれども、契約は更新できそうです。ちょっと詳しいことは分かり次第お伝えしていきます。今後も動画も続けるつもりです。応援よろしくお願いいたします。出かける前なので、こんな格好ですみません。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。See you.